はい、カラーチェの協奏曲はもう全部やりましたので、前奏曲ね、ちょっと1番から順番にやりましょうかね。まずね、ポジションが移動するんですけどね、こう、持ってきてからね、こっちの上の音はもう短く切れてもいいので、持ってきてから確実に、タッタータッタはね、次もこういう感じね。同じことです。トレモロでもピッキングでも、まあ、どっちでも好きなように。半音ずつ。もうどっかでこれちょっとやってられへんので、どっかで、まあ、こうグリッサンドに変えてね。難しいね。ミシソファミかな。トリル。で、このトリルにつなげるような形でこうやっといて。こうか、ミファミファ。こうね、トリルがあって、こう右手アルペジオ、こういう感じです。で、ラルゴで、こうやな。下のなんかね、こういう動きがちょっと出るように、こうやって1と2と3と、こういう感じね。どうやろう、シャープついてないけど、シャープやと思うんですけど、シャープやと思います。こういう感じね。3本とも弾くってすごいね、やりにくいので、まあもしあれだとこれはピッキングにしといて。方もあるし、上だけトレモロだったら、まあこういう弾き方もあるし、まあそこはもう各自の判断でいいんじゃないですかね。そして、次がちょっと指届かんのが出てくるんだけど、
届かないですよこれ。もう離さなしゃあないよねここだけね。届かんな。このドのシャープ大事なので、これをちょっと響かせておいて、でまあ一瞬離して。これもちょっときついな。もう下弾かんでええんちゃうかこれ。リズムね、これアクセント、トレモロの長い音符が来て、タータータータっていうアクセントはやっぱりいるので、それをトレモロで弾くとなかなか難しいね。団子になってしまうから弾き直すんですけど、3つともせん方がいいんちゃうかな。上2つぐらいでちょっと、まあね、上1個だけだとちょっと、なんかしょぼい感じするから、まあ上、奏法で言うんですけどね、だんだん慣れてくるとね、こう数が同じ数ずつできるようになるので、まあ、今の場合だったらこうかな、2振りこれプラス2振りね、やっといて、例外になりますけどね、ちょっと長めに弾くとこは少し例外になりますけど、少しね遅くするとことか溜めるところは少し例外になりますけど、まあ、目安としてこうこのダウンプラス2振りで行くといいんじゃないかと思います。こんなん届かんわ。こうか。これ今押さえてますけど、次はここのファのシャープを狙って。人差し指ね、こうか、これね、ちょっと難しいね。っていうふうに続くんですけど、一応そのメロディーラインとしたら、シードシー。
まあ、楽譜でもね3拍目ちょっと分けて書いてますけど、3拍目を少しこうあのため気味で弾くとねいい感じにいくんじゃないかな。うん、で一応、まあ、今の場合はそのデュオ奏法の弾き方として2振りいきましたけどね、で2振りが1振りになるとこういう弾き方になるし、2振りが3振りになるともうちょっとそのテンポの遅い時の弾き方になりますので、まあ、使い分けできるようにしといてください。そしてC、こうか、 C と C か、オクターブやね。わけわからないね。C、ソ、レ、C っていうメロディーね。表現することやね、こうならんわ、うん、こう上がピアノ2つ、ピアニッシモでフォルテッシモとか書いてますけど、まあなればいいですよ。フレットの幅自体はそんな広くないので、まあ、指伸ばしたりずらしたりしながらあのうまくできると思います。あの押すときにちょっとねこのフレットの上を押すとこう音詰まるから、フレットのちょっと手前をね鳴らすとねいいんじゃないかな。あんまりこうフレットにかぶるとこういう音鳴るんでね、ちょっとフレットの手前を狙うとねいいですね。僕別にここでレッスンしてるからここ6コマの楽器押すわけでもないんですけど、あのもう本当にね楽器としてよくこの辺がちゃんと押さえた通りになりますので、あの別にここでレッスンしてるからなんか進めとんやろうとか思わないでくださいね。本当に良くなりますのでね、あの松島の MS4 ビスです。あの絶賛発売中なんですけど、別にあのここで教えとうから進めてるわけではないですのでね。このオクターブのでこれってアルペジオなので、割とこの時間の余裕はありますので、あのどういうのかな、押さえといてパッといかなあかんわけではないので、その弦を弾いてる時に間に合えばそれでいいと思います。ありますね。ちょっと楽譜間違うと
そうね、そうでいいと思います。で降りてくればいいのかな。でここがさっき言ったこう一振りでいかんと間に合わないですね。これね。遅れるので、聞こえへんでしょう。だからもうあのピックで弾きましょう。もうむちゃくちゃ小さくトレモロやね。やるとまあ声でも聞こえるんですけどね。なんかこれでもかっていうふうに高い音出てきますね、これね。のやつもさっきこれどっちもミのフラットで弾きましたけど、こっちかもしれない。ちょっと楽譜が怪しいんです。ちゃうね。最初はラーで、2回目はそうか。なんかで出てきましたよね、カラーチェの協奏曲。なんかこういう弾き方ね、こうやってこれだけトレモロしてちょっとグリッサンド入れて、だから初めはまあこう柔らかい音でいっといて、で最後のまあ盛り上がって登ったところではもう本当に。最後ビバーチェ、まあ、元気よく16部でだったね、短く止めるような感じですかね。
ですね。もともとマンドリン、まあ、ビナッチャとかそういうあのできたマンドリンができた頃の楽器でここまでしかフレットなくて、カラーチェがこう伸ばしたので、まああのカラーチェの楽器を使えばこういう高いレとかミとかもなるんやぞっていうのをまあアピールしたいっていうのがすごく曲から伝わってきますね。はい、そしてこの松島 MS4 ビスね、これもあのこの上の方があの本当にねよくなる楽器なので、あの別にあの僕がここで教えてるからこれをアピールするわけでは全然関係ないんですけど、すごくあの個人的にも良い楽器だと思いますのでね、ちょっと弾いてみましょうかね。それからちょっと途中踏めくりしますけど、
。